まずはホームの長崎、ゴールキーパーは徳重、ディフェンスは毎熊、新里、二見、米田、そして中盤にはボランチに海洋セザール、秋野、2列目に名倉、ルアン、沢田、ワントップに富樫というメンバーです。一方の金沢です。ゴールキーパーは後藤、ディフェンスは松田、庄司、石尾、渡辺、ボランチに大橋、藤村、2列目には島田、大谷、ツートップに庭とセルマというメンバーです。インスイングのボールは秋野です。ゴール前には6人、今日は高さの方ではやや金沢に分があります。さあ速いボールだ、流した、ゴール決まったか、長崎先制。前半の4分決めたのはマイクマ。2年目の若い選手が決めました。さあゴールパフォーマンス、あーこれはゆりかごダンスですね。ビバーレン長崎、初得点は毎熊です。まあ、非常にあのサインプレーだったと思うんですけども、富樫選手を狙ったニアのボールでしたよね。でそこで富樫選手が自らゴールというよりも後ろに反らした中で入っていく、そこに毎熊選手、まあ、さらに後ろにも1枚、入ってましたので、まあ、ここは見事というようなセットプレーでしたね。さあここは1人かわして、いい、ね、マイクから沢田、沢田からワンタッチで前に、海洋セザールオフサイドはありません。逆サイド富樫がいる、戻してルアンだ、決まるか、サイドネット、ボール1個分でした。いいような攻撃です、いいですね。はい、まあ、マイクマ選手ここの前ですよね、しっかり個人の力で突破しましたし、そこから3人目の動きで海洋選手上がっていった中で最後ルアン選手ですね。まあ、抜ける選手と中に入る選手の人数もいますので、ここが合えば追加点というところ。右サイド名倉に振って、ゴール前には沢田がいます。逆サイドには米田、いい抜け出しですね。ルアン抜けた、さあルアンは速いボールだ、グランナーシュートは海洋セザール、決まった、2点目、長崎追加点、前半15分。いかがでしょうか。まあ、ここルアン選手ですかね、最後抜け出したのはルアン選手ですよね。しっかりとスペースを見つけた中で、はい、クロスボールもしっかりと中見てましたよね。まあ、澤田選手も中に入ってましたし、そこに引きつけられたディフェンスによって海洋選手フリーになりましたし、まあ、最後海洋選手やはり技術の高さを見せつけましたし、ニエサイドですよね、キーパーが触れないニアに打った、素晴らしい得点だったと思いますね。ボールは戻りますが、丹羽が奪った、いい取り方しましたよ。さあセルマとのコンビはどうだ、丹羽がまだドリブル、一旦左に預ける、ここでクロスが入ってくる、逆サイド島田がいるが、島田に通って落として、すらしてセルマ、シュートはブロックに合う。ここは先ほどのチャンスになったシーンですね。まあ、特徴でもあるサイドからのクロスに対してしっかりと中入れてますし、ここも一つ合えばというところ、あっとここには選手がいない、ちょっと意図が合いませんでした。ただボールが戻ってきた、名倉だ、名倉左足、シュートは決まるか、ゴール右側、まあ、クリアからの一歩のパスだったんですけども、最後は名倉選手の個人技ですよね。ここ少し相手のまたとタイミングをずらしたようなうまいシュートでしたね。今日長崎の米田は J リーグ通算50試合出場ということになりました。うん、いいボールですね。さあ前が相手、シュート打った、決まった、金沢1点返しました。島田の左足、53分です。まあ、ここしっかり前からプレスかけた中で、ボール取りましたよね。ここ非常にプレスのかけ方良かったですし、あとは島田選手の位置、しっかりとそのスペースを作った前線の2人ですよね、鶴間選手、丹羽選手の動きを見た中で、島田選手がそのスペースちょっと後ろですけど、そこでポイントになって、まあ、タッチからのあとシュートまでのスピードっていうのも非常にテンポ良かったですし、空いてますね、いいところですよ。さあ縦に入った大谷、これはシュートだ、ワンタッチありましたね。
ありましたね、コーナーキックですよね。徳重よく触りました。まあ、ここしっかりとスペースを大谷選手見つけた中で、もらいましたよね。そこから、まあ、クロスのイメージだったと思うんですけど、まあ、結果的にいいシュートにはなりましたね。アディショナルタイム目安の4分を回りました。ここで川又主審の長い笛、吉田監督この笑顔。ビファーレン長崎が3シーズン連続のホーム開幕戦で3年連続での白星、さらには2017年以降開幕をホームで迎えたゲームはこれで4連勝ということになりました。